いや今日お久しぶりに数学やったんですけど、今日の質問してですね、まずちょっと思ったのが、ほとんどここさんだったんですけど、まあ礼儀正しいというか、すごく日本語がちゃんとした質問が来て、すごくびっくりした。レベルも高いし、質問の仕方も立派だし、これはすごい。もういい加減私も自身の入り口なんで、日本の未来は神様と思ってしました。ね、今来てる特に小さい子はこれから学校行って大学行って、行くわけですけど、その中でですね、宇宙そのものを研究する人でなくてもいいし、宇宙のね、ロケットを作る人でなくてもいいですけど、宇宙にですね、関心を持って宇宙の中の自分であるというようなイメージをですね、持って過ごしていただければいいと思います。どうもありがとうございました。出てよかったなと思ってます。で、質問がいっぱいあるってことは多分いろんな興味を持っていて、知りたいことがいっぱいあるってことだと思うんですけど、これ多分好奇心とかっていう言葉でも言えると思うんですけども、私も小さい頃強いいろんなことを聞いただいて、好奇心を持ってたんですけど、それが今のこういう姿になってますが、好奇心を持つってことは知りたいわけですから、何か調べたいとか、ね、勉強したいとか、そういうことにもつながりますし、宇宙科学そのものが、そういう好奇心で成り立っているようなものですので、皆さんぜひそういう好奇心を持ち続けてください。で、答えは必ずしもあるわけじゃないものばかりです。で、我々それをするものを、調べることをやり続けていますので、皆さんも一緒にそういうふうになっていただけたらなと思ってます。今日はありがとうございました。はい、私は、こういう宇宙学校初めてさせていただいて、なかなか至らない点とかあったと思います。自分でも反省するところあるんですけど、でもお話の中でさせていただきましたように、やっぱり宇宙に行ける時代に早くなればいいなと思っていて、でやっぱりそのためには、繰り返しになるんですけど、宇宙で何をするかっていうのを、発想なん制約を設けないで自由な発想で、いろんなアイデアを出してほしいなというふうに思います。僕自身もいろいろ考えてますので、皆さんもいろいろ考えて、でいろいろ発信していただければ、それが、我々輸送系って正直今何をしたらいいかっていう曲がり角っていうか、ちょっと停滞してるところがあって、我々最終用ロケットを作りたい、最終用の宇宙を作りたいんだけど、それ何に使うのっていうふうなジレンマに陥るので、そういったところも含めて皆さんには、自由な発想で、宇宙に行く用事を見つけてほしいなと思います。今日はどうもありがとうございました。私も4番目の講師として今日宇宙学校を初めて参加させていただきました。アルファ星に行きましょうなんて、ひどい夢のような夢にしかならないような話を聞いてくださいました。ありがとうございました。今の丸先生が停滞してるというような言葉がありましたけれども、ある今の安倍先生たちがやってらした早草のようなミッションが出まして、これでなんか日本の宇宙探査というのは、多分国際的なレベルにようやく乗っかって、そこでここからさらに発展していくのか、それともそこから抜け出せないのかという、ちょうどあの瀬戸際のところにあるんじゃないかなと思います。で、これからはですから、とても自由な発想に基づく、尖った発想に基づく新しいそのやり方、今までアメリカの真似をしてくればよかったのを、もっと違うやり方で実現するというような発想に豊かな子どもたちが必要だと思っていますので、今日の皆さんの、質問力をぜひ生かして、将来の我々、あるいは将来の皆さんの宇宙研究、探査、あるいは関心を広げていただければと思います。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。1時からずっと続けてきた中学校です、東京ですけども、もうお時間になりました。本当に大勢の皆さん、手を挙げていただいて、それで残念なことに皆さん当てることができませんで、お伝えしたいと思いますけども、これにこれ以上、まだこの後、小泉先生方残られると思いますし、そんな中で、目いっぱいいろんな疑問とか、そういうことをつけて、生きて帰ってほしいなというふうに
は本当に、最後までお付き合いいただきます。どうもありがとうございました。あと、お手元に、アンケートと、それからもう実はすでに、終了証まで入ってたりするんですね。アンケートの方、ご記入いただいて、出口のところに回収しておりますので、こちらにお出しいただければというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。